これ見て終わろう。これ見て終わろう。よし。うん。くす。マリオは大丈夫かしら。このアテレコすっげえ笑われたな。みんなも捕まってしまったし。うん。このままじゃクッパのせいでキノコワールドが大変なことになってしまうわ。なんとかしなくちゃ。誰か力になってくれたら。お、なんだなんだ。お、おーく、あ、お前かい、お前かい、クッパかい。うん、なんだなんだ。我が愛するビジメよ、ご機嫌はいかがだかな。いつものようにマリオが来るのを待っていても無駄じゃぞ。いつものように、お前メタ発言が過ぎんだよ。世界観ぶち壊すからね、メタ発言って。うん、ここは目もくらむような高い高い空の上じゃ。マリオもここまでは来られまいって。うん、このスタート性がある限りキノコワールドで我が輩に勝てる者はいない。願いを叶える力も我が輩が独り占めなのだ。どうだ、すごいだろう。願い事が叶わなくなってキノコワールドに住む連中もさぞかし困ってるじゃろうて。いい機微じゃ。今まで我ら亀一族を邪魔者扱いしよってからに。ああ、性格の悪さはそっから来てんだね。もし困ったことがあればピーチミンだけ特別に願い事を叶えてやっても良いぞ。もちろん我が輩が気に入ることだけであるがな。何か考えておくといいのだ。ああ、じゃあマカロンくれ、マカロン。マカロンくれ。いや、ピーチ姫、また会おう。ピーチ姫よ、せいぜいおとなしくしていることじゃな。ひょ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 。うん、はい。この顔面白いな。うん。ああ、誰かが力になってくれれば。ここで物語は終わりません。あれ、ルイシか、ルイシかな、なんだあれ。なんだあれ。うん、なんだあれば。はい。なんだ、ちっちゃい。ちっちゃい星。うん。乳首ぐらいだったら隠せるんじゃない？こんにちは、ピーチ姫。はじめまして。僕、ティン。お前、ちょっと、体調悪いと多分ティンコに見えるぞ、これ。いや、お前、ごめん、直球で言いすぎたわ。僕、ティンクって言います。うん。あなた、星の子ね。どうしてこんなところに？ピーチ姫の願い事を聞きに星の国からやってきたんです。星はみんなの願いを聞くのがお仕事なんですよ。さっき、あ、さっき地声やっちゃった。さっき私が誰かが力になってくれればって願い事をしたから。そうですよ。よかった、来てくれてありがとう。もし願いを聞いてくれるのなら大急ぎでクッパからスターの杖を取り上げてほしい。お前、あの欲が過ぎんな。お前強欲だな。お前強欲だな。初級でそんなことできるわけねえだろ、こんなちっちゃい子が。できるかしら。できるかしらじゃねえよ。無理だよ。ほら無理だよ。お前無理。お前こんなちっちゃい子に無理難題申し付けんなよ。お前大人なんだろ。自分で叶えろよ。お前クッパだって自分で叶えたい夢は自力で叶えたろ。あの、自力でスターの杖をぶんどってさ。お前ら、クッパ行くだからな、お前ら。それはちょっと、僕の力では無理です。星の国に、星の精様がいらっしゃれば、なんとかなったのかもしれないんですが。ごめんなさい。僕だけでもできそうな、もうちょっと簡単なことをお願いしてください。それじゃあ、ごちゃなるわ。それじゃあ私をここから連れ出してくれないかしら。捕まっているお城のみんなを早く助けてあげなくちゃ。ごめんなさい。それも僕の力ではとても無理です。お前役立たずだな。お前ずっとお前の擁護してたけど、お前思っていた以上に役立たずだな。お前実は僕まだ空に登ったばっかりで大したことはできないんです。お前本当に子供じゃねえか。お前もっと立派な星だったら、ピーチ姫のお役に立てたのに。いいのよ、しょんぼりしないで。お前、強欲、お前、欲深き女のくせに何言ってんだよ、お前、欲深い女が、お前、慰めんじゃねえよ。お前のせいだからな。
きっとマリオがとかしてくれれば。お前ジョースケかよ、お前無敵のスタープラチナで何とかしてくださいよと変わんねえからな。お前マリオってとっても強いんだから。うん、なんだ、あ、そうだわティンク、あなたもしかしてマリオのところに行けるかしら。これをマリオに渡してほしいの。何、お、お、なんだこれ。顔よ。これはラッキースターですね。任せてください、ピーチ姫。キノコワールドまで僕ならひとっ飛びですよ。うん、なんだ、よし早く行けよ、早く行けよお前。あ、ちょっと待っ、あ、ちょっと待って。うん、マリオに伝えて。何、何、私は大丈夫だから心配しないでと。お前、お前、女にそんなこと言われたらさ、女にそんなこと言われたらさ、いや心配すんのよ男って。お前男心分かってねえな。何様だ俺。よし、わかりました、しっかりお伝えいたします。ピーチ姫すぐに帰ってきますから待っていてくださいね。うん、早く早く行け。よし、なんだなんだ、うん、長くないこの下り、うん、マリオマリオマリオ、高いね。よし、これくらいかな。あのごめん、あのセーブしようと思ったらさ、セーブしようと思ったらあのなんかあの ストーリー始まっちゃったわ。ごめんなさいごめんなさい、急いでいたものですから。うん、なんだなんだなんだ、マリオさん、マリオさんですよね。よかった、やっと会えました。うん、すごいはしゃい、お前子供のようにはしゃいでんな。はじめまして、僕はティンクくだらねえ。僕はティンクと言います。ピーチ姫のお使いでやってきました。マリオさんにお渡しするようにと預かってきたものがあるんです。あった、これです、これです、どうかお受け取りください。うん、ラッキースターをもらった、よっしゃラッキー。星の形のペンダント持っているとアクションコマンドが使える。はい、それはピーチ姫から預かったラッキースターです。はい、それがあればバトルでアクションコマンドを使えるようになるんですよ、よろしければ。あー、まあ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 、わかりました、では説明しましょう。そうですね、後ろにいるあなた、マリオさんの練習相手になってる。お前、人使いならのもうクリ使いやらずぞ、お前。よし。おいらかい？おいら、クリオってんだ。よし。おら、クリオってんだ。よし、任せろ。はい。よし。よしよし。まずはマリオさん、ジャンプのコマンドを選んだから、攻撃する相手を決定してください。ジャンプ。はい。行くぜ。攻撃する相手を決定すると、このアクションコマンドの説明が明るく表示されます。はい。うん。ここで相手を踏む直前。はい。そう、連続攻撃でいいのか。なるほどね。はぁ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 。オッケー。よし。これはどうすんだ？うん。直前に。へぇー。はぁ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 。あ、なんかやること増えたな。なんかやること増えたな。俺がベジータだ！じゃあ！こいつか。あれ、こいつだっけ？何？あ、そっかそっか。デアールに話しかけるんだ。そうだそうだ。よし。こいつだよね。こいつだよね。はい、ジャンプで。オッケー。よし。デアールは留守である。あれ？うん。あ、来た。よし。誰であるか？わしの家の前で寝ておるわ、やつは。うん。どこかで見たような顔である。お？はいはいはい。おお、もしや！いや、間違いない。お主はマリオである。わしはお主が来るのを待っていたのである。遅かったではないか。ささ、とにかく家の中に入るのである。わしの名はである。魔法使いである。先日、星占いをしていたら、お主に関わる重要なお告げがあったのである。じゃが、その前に、お主に言っておくことがある。話せば長くなるのであるが、かいつまんで聞かせるのである。どこから話せばよいのであるかな。今となっては、昔のことになるのであるが、星の降る丘におった、わしの先祖はいつものように。まだ、若かったわしは、と信じて、なげ話せ！話なげ！お前、寝るなよ、お前ら。
前ら寝るなよ。で、あー、なんだ、まだ話してる。寝てるー、マリオ。ちゃんとクリオ聞いてるだったら偉いな、クリオ。マリオ寝るな、お前。というわけなので、あーる。まめ。楽天かと思ってますか？ごめん、これ似てねえんだわ、俺。マリオよ。お主ちゃんとわしの話を聞いておったであるか？あん。聞いてた。うん。ならばよい。そんなわけであるからして、わしはお主をいろいろと手伝ってやれるのである。全然理由わからなかったけど、冒険の途中でやるべきことがわからなくなったら、わしに会いに来るというのである。お主の進むべき道をスペシャルプライスで占ってやるのである。今、一刻も早く、ピーチ姫を助けなければならないのであるが、わしの占いによれば、まずは、ノコブロスの砦を目指すというと出ているのである。ああ、お前ら、この先は危険、行っちゃダメだぜ。マリオはノコブロスの砦なんか行っちゃダメです。やっぱダメだよ。どんなに困っていても、であるというおじさんに助けを求めて行っちゃダメなの。だってそんなことされたら俺たちがとっても困っちゃうもん。だからなんでダメなの？ねえ、なんでダメなの？ねえ。よし。これで、おい、お前ら、もう通せよ。うん。ダメか。あれ？どうすればいいんだ？うん。変なキノピオたちが当選もしてるであると。うん。おかしいのである。そんなことするキノピオがこの町にいるはずないのである。わかったである。わしが行ってみるであるから、お主もついてくるのである。ああ、到着。よし。だからここは通っちゃダメなの。めめ、お前たち、キノピオではないであるな。さあ、何のことでしょうかね。やめてくださいよ。俺たち、どこから見ても、普通の可愛いキノピオですよ。正体を見せるのである。お？なんだそれ。いいね。来た！うげ！思った通りなのである。お前たちはノコブロスなのである。なぜ俺たちの演奏が見破られたのだ。完璧な演奏だったのに。くそ、ブラック、イエロー、グリーン、ここはひとまず引き上げだ。オッケー。マリオよ、さっきの連中がノコブロスなのである。まずはあやつらの砦、ノコブロスの砦へ向かうのである。オッケー。なんだ、そう、マリオよ、占いのことで一つ言い忘れたことがあったのである。ノコブロスの砦に行くには、青い甲羅の亀が、助けが必要だと出ていたのである。青い甲羅の亀、何のことかさっぱりわからんが、ノコノコ村に行ってみれば何かわかるかもしれないのである。それではわしは帰るのである。よし。仲間か、おい。ステージ1、攻略、ノコブロスの砦。オッケー。よし。これで、こっから始まんのか、マリオって。痛い！先制攻撃受けちゃった。あれ？これどうやって進むんだ？あれ？これどうやって進むのね？ね、これどうやって進むんだ？あ！よくわかったな、お前。はんはん。わかった。木を叩くんだね、オッケー。こんなの攻略見なきゃわかんねえわ。あ、これか。はあ。これでどうなる？出てきたね、橋出てきたね。よし。で、おわーい！あー、しまった！よし、溜まった！オッケー。HP にしとくか。とりあえず。よし、これは？これ、のこのこ村つくか？オッケー。あ、なんだこのコインはいい。うわあ！まんまと罠に引っかかってしまった私は情けないね。はい。こうして、来たー！あれ、もしかしてマリオ？のこのこ村へようこそ。でも大変な時に来たね。何が大変かって？実は今、この村はチョロボンのせいで大騒ぎになってるんだよ。マリオはチョロボンってしてる？あのモグラでしょ？違った、あれチョロプだわ。なんだそれ、真っ黒クロスケみたいな。うん。いたそれが大好きな奴らだからね。あ、出た。あら、甲羅取られた。あー、しまった！僕の甲羅！あら、かわいそう。どうすればいいんだ？え？
どうすればいいんだろう。取り返せばいいのかな。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。かわいい、このノコノコかわいいな。よーし、ありがとうマリオ、おかげで助かったよ。甲羅がないと恥ずかしくて表を歩けないからね。マリオもチョロボンに甲羅を取られないように用心しなよ。俺甲羅ないから祈祷を取られないように頑張るわ。ごめん、どっしも出たの。って、マリオには甲羅がなかったね。うるせえ、お前。大事なものを取られないように頑張るわ。めっちゃ、いたずらされてんだけど、めっちゃ。あ、セーブある、よし、終わろう。はい。セーブ、あ、セーブポイントがあったんで、ここで終わりにします。次回、のこのこ村編でございます。はい。では、ここまでご視聴誠にありがとうございました。パート5ですね、今回。パート5終わりました。はい。まあ、次も見たいって方はぜひともチャンネル登録していただけたらちょっとお得かもしれません。はい。あと、高評価、コメントしていただけたら、投稿頻度がもしかしたら上がるかもしれません。はい。ということで終わります。では、ご視聴誠にありがとうございました。では、バイバイ。